主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。みなずきです。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき535回です。535、はい、はい。水崎さん、ブギウギ見てます？まあまあ見てますね。ちょっと、いや、最近溜まってるかな。あ、そうですか。はい、笠木静子さんがモデルですけれども、ね、うん、笠木静子の歌って聞く？聞く？だって、ねえ、歌の印象はないですよね。あ、本当。まあ、晩年にほら結構なんかドラマとかでちょっとしたおばさん役とかでね、ちょろちょろ出たって、うん、あれが笠木静子なんだなぐらいの認識。だって歌バリバリ歌ってた頃なんてもっとマシな話でしょ。あ、もちろん知らないですけど、うん、いや、それは代表的な歌ぐらいはね、東京ブギウギとかね、うん、ジャングルブギーとかね、まあ、で僕ラッパと娘とか昔から好きで、そうですか。でそれも朝ドラでこう、うん、趣里さんがね、はい、当時風な感じで、まあ、再現してドラマで、もう今日中戦争ぐらいまで来てるんですか。もう今昭和13、あ、ちょっとこう収録の時点では昭和13年ぐらい、あ、うん、開戦前で、ね、で今から、うん、戦争がどうのこうのってなってくるんです、まあ、放送されて配信されてる頃はもうちょっと進んでますけど、うん、で、はいはいはい、その朝ドラでラッパと娘とか、うん、センチメンタルダイナとかって、うん、こう歌ってるので、歌自体は何度も聞いたことがあって、うん、知ってるんだけど、うん、レコード版とか CD でしか聞いたことないわけじゃん、うん、であれはショーで歌ってるわけじゃん、うん、なんでどういう振りとかどういう雰囲気でっていうのは分からなかったから、あ、こんな感じで踊って歌ってたんだってのが分かって、ちょっと僕は納得、すっきりしたというか、あ、そうです。で東京ブギウギとかは何かしら残ってるじゃない、映像が戦後は、うん、まあ、戦後のね、うん、やっぱりちょっとこう画面は綺麗じゃないけど、一周回った後の話だよね、うん、まあ、ちょっともう懐かしの曲とかで歌ってる感じあるけど、うん、とか当時のその昭和20年前半の頃のなんかボロボロのフィルムのとかでなんとなく見たことあるんだけども、うん、戦前のって残ってないから、動画ではあんまり印象ないね、うん、確かに。あ、なるほど。でこういう背景でこの歌ができたんだっていうのも知れて、そのね、ラップパと娘は松浦彩がカバーしててね。あ、そうなの、うん、そんなのあんの。20年ぐらい前に服部良一さんがね、生誕100周年でトリビュートアルバム、服部良一の息子が孫がっていうのが20年ぐらい前に出て、はい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 、それ持ってるんですよ。へ、でその笠木静子さんの歌の中で買い物ブギーもね、うん、はい、それ収録されてるんですけど、うん、それ歌ってんのなんか関ジャニエイトが歌ってんですよ。もう今聞けないよ。そうですね、うん、買い物ブギーって昔大阪ガスの CM で使われてたんですよね。あ、大阪ガスって会社があるんですね。大阪ガスっていう会社があるんですが、そので、まあ、なんか笠木静子が歌ってたの。いや、笠木静子バージョンなんかな、違うかな、カバーしてんのかな誰かが。あれもね、今歌える歌詞と当時の歌詞と違うんだよ。あ、そうなの、うん、あれ買い物にね、行ってない、いろんなものを頼まれて、ああ大変、ああしんど、ああしんどって言うじゃないですか。で最後の方は、ちょっとおっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさんおっさんおっさんって言うじゃない、おっさんおっさんおっさんって言うんだけど、あれね、その店のおっさんね、聴覚障害者なんですよ。ああ、そういうこと、うん、なので私、現代今風に言うと、私は耳が不自由なので聞こえないんです、なんやっていう歌なの。でもうええわっつって、で次隣の店行って、おばはんあれとこれとそれとちょうだいっつうと、
そのおばはんは、私は目が見えなくてそんなに一度に言われても困ります。ああ買い物しんどっていう歌なんですよ。ああそういうことなんだ。この辺は今カットされてるんで、ああそういう背景はもう抜きで、うん、単に買い物っていうことになっちゃって、うん、でおっさんおっさんこれ何秒で、わしは聞こえまへんって言って、本当はそこに耳が聞こえないのでっていう、はいはいはい、今ではふさわしくない言葉があって、はいはいはい、はい、耳が聞こえないので聞こえません、あーしんどって言ってなってんだけども、今はその辺カットされてるんで、そうなんですか、いやいや不自然な、ああなるほど、ね、うん、なってるんですね。うん、うん、確かに YouTube でそれ落ちてると思います。へ、うん、でなんで今それをちょっと今風の言葉に置き換えた歌詞でカバーしてるのも参見されるんですけれども、まあまあ、うん、笠置静子さんが歌ったのはそこカットして編集されてるかな、それかもあえてカットしたバージョンで歌ったのかな、ちょっとそこまでは分かんないですよね、うん、まあこれも朝ドラでねどうやって、うんうん、テレビにしてくれ、ドラマにしてくれるのかちょっと期待しております。はい、うん、面白いね昔の歌ってね、う、うん、で短くて楽だよね、まあね、分かりやすいフレーズのね、うん、繰り返し、ね、うん、すっと入ってる、3分ぐらいで終わるしね、うんうん、今みたいに5分も6分もかからないから、はいはあ、そんなわけでですね、あ、うまくつながったんじゃない、はい、いや常にうまくつながってますよさあ視覚障害の方と戦争というテーマでお話をしております。参考にいたしますのは障害者たちの太平洋戦争、うん、林正幸さんがお書きになって風媒社から出版されている本を参考にさせていただいております。はい、前回はですね江戸時代から明治大正時代に、うん、視覚障害のある人たちがねのこう様子みたいなのを紹介してまいりました、はい、うん、で今回から戦争時代の話になります。で戦争がですね、はい、始まると、うん、視覚障害者もう全国にいろんな団体があったんですけども、うん、はまあ国策協力するようになります、うん、ほう、まあしゃあないしたらしゃあない仕方ないだろうし、まあまあまあ、あらゆるねそういう団体がそういうところになってたし巻き込まれていく時代ですからね、だしこれに乗っかることで障害者の権利がより豊かに ね、うん、まあ、ねなるっていうのもあるでしょうし ね、 ううね、で日本ライトハウスという団体があるんですけども、うん、はい、そこの創設者岩崎武雄さんですね、はいはい、この方昭和10年1935年に大阪で日本じゃ世界で13番目のライトハウスを設立しました、うん、このライトハウスってのは視覚障害者の社会参加を支援する団体なんですって、うん、でこの岩崎武雄さんはヘレン・ケラーとも親交があって、うん、彼女のヘレン・ケラーって日本に来ますよね、戦前にね。そうですね、戦前にね。昭和12年だったかな、うん、に来るんですけども、この来日にも尽力します。うん、ヘレン・ケラーってね、うん、日本人はみんな知ってるぐらい有名人だよね。まあね、だいたい子供の時にあの電気とか、ね、図書館にあるもんね、うん、偉い人の話でね。サリバン先生、ね、これね、なんか東南アジアの人と喋ってたら知らないって言われて、あ、うん、かもね、確かに、うん、まあ、奇跡の人ってドラマ映画とかもあるのもね、まあ、映画とかドラマとかね、うん、電気とか絶対まあ大体知ってるかな、うん、あんまり日本人はよく知ってる方ですけどね、うん、はい、でまあこれヘレン・ケラーね、日本に来てもらうのに尽力したりですね、うん、した人です。で、はい、失明軍人の問題解決を支援することによって、うん、視覚障害者への関心も高まって一般人と同じ地位を獲得することができるのではないかと考えました、はい、岩崎さんね、うん、で全国各地で戦意高揚の講演、うん、イベントを開催します、うん、この結果ね、
大阪地方海軍大阪地方海軍人事部に3万円も兼納できたそうです、はい、うん、安いもんだね今のね、うん、1000円あれば家が建つ時代ですからね、あ、そう、ああ、この昭和10年代、そうですね、戦前の10年代東京のまあまあいいところに1000円で家が建つ、1000円2000円あれば、まあ、まともな一戸建てが買える時代ですから、そうすると1000円で今で言うと5000万ぐらいか、うん、まあ、数十億とかじゃないですか、うん、すごいね、ケリーさんにも欲しいあなたに、うん、ダメでしょ、減税だけじゃなく寄付も欲しい、あ、給付金も欲しい、はい、あと、こう3万円海軍に寄付します、はい、あと、艦上戦闘機、艦上戦闘、まあ、いわゆるゼロ戦みたいなの、まあ、ゼロ戦が艦上戦闘機ですね、うんうん、で、ゼロ戦の報告日本盲人号、うん、お、まあ、要は1台そうですね、飛行機を買って、まあ、それを海軍に使ってくださいって、うん、でネーミングライツがついてるわけですね、名前がね、大体つくんですよ、つくっていうか機体に書いてくれるんですよね、うん、あ、まあ、今風に言うとネーミングライツですね、ネーミングライツって何、ほら、ほらドームとかさ、橋とかに名前つける、橋とかさ、信号機とかになんか名前ついてるじゃん、企業の名前とかでもあれは固有名詞になるでしょ、うん、名前自身を変えるってことでしょ、これは別に名前を買うわけじゃないか、うん、あの買ってないけどつけてくれるで似たようなもんじゃん、イメージ的に、そうそうそう、うん、報告盲人号っていう字が入るっていう、だって CC レモンドームって言ったらさ、うん、あ、 CC レモンが乾杯してんだなって思うじゃん、違う、名前を買うわけじゃん、うん、時々あのネーミングライツやめたらって思うようなネーミングとかありますよね、博物館とか美術館ってどうかなと思うんですけどね、うん、なんか結局そんなにそういうさ体育館とかしょっちゅう行かないじゃん、うん、そうすると昔からの元祖の名前から変わっちゃってると、うん、どこって戸惑うよ ね、 そうね、で何年かでこうねまた変わって、うん、変わったり戻ったりするからね、うん、難しい ね、 ね、歩道橋とかもあるよね、歩道橋ありますな、うん、難しいとこですかね、誤解を招くよね、うん、まあでも何でもねお金にしないと ね、 ねえ、お金お金なんか変な話だな、うんうん、お金さえあれば何でもできます、まあね、うん、あらかたはできますけど、それもプリンプリンで習いました昭和17年1942年にはですね、うん、大日本盲人会、うん、大日本鍼灸庵マッサージ師会、うん、っていう団体さん、うん、これも結局視覚障害の団体さんですけども、うん、ここもですね、これはね、いろんなあの視覚障害者の集まりとか、うん、あのマッサージ関係のお仕事してる視覚障害の人の集まりがの統一組織だそうです、うん、この団体が決戦日進号、うん、決戦はそのまま決戦ですね、決戦の日本の日に進は針、針マッサージの針ですね、鍼灸の針ですね、はい、うん、団体名ってことですね、これも飛行機なんでしょうね、でしょうね、うん、あと九州八県、九州の8つの県、九州八県連合鍼灸師会は九州鍼灸庵庵師号ですかね、うん、針にお灸に庵間の、うん、いや仕事する人ね、うん、号っていうので大阪府下、うん、2604名の鍼灸師が 2604名の鍼灸師が大阪府鍼灸号、鍼灸号、中四国鍼庵連合、うん、連盟だ、連盟、うん、これは針と庵間の連盟ね、うん、中国三両報告号、三両報告号、三つの治療の療ですね、医療の治療の報告号、うん、佐賀県木島郡、木島郡、はい、鍼灸師会は、うん、ウサギを飼育して毛皮を軍に献納したそうです、はいはい、うん、徳島県盲人会、うん、石川県盲人報告団、うん、まあ、徳島と石川県の、うん、視覚障害者の団体は輸血で、はい、こう軍に協力したと、そうですね、いうことで、うん、まあ
この健脳運動っていうのが全国各地で、こう視覚障害者の団体は行いました、はい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 、まあ、別にこれ視覚障害者に限った話じゃないんだよね、まあ、まあ限ったわけじゃないですけどね、うん、全国的にそのね体制翼賛会とか、まあ、こういう地域のいろんな社会的な団体がこうねこう組織化されていって、まあ、戦争に協力していくっていうのね。でもさ、こういうのってさ、僕たちが寄付するわけじゃんね、うん、その商店街、今風商店街連合とかさ、うん、なんとか障害者団体とかがこうやって寄付するわけじゃん、うん、これとは別に私たち税金を納めて、うん、税金は税金でこう飛行機とか作られるわけじゃんね。まあそうですね、当然軍事予算で決まった分は作られるのを、まあプラスアルファできるし、まあでもいい、この時代は軍関係に寄付するしとくと何かメリットがあるかもって思っちゃうよね。そういう、まあ、時代ですよね。残ってんのかな、この飛行機とかって。戦後まで、うん、写真よく見ますけどね、あの愛国号とか書いた戦車とか、うん、でそれはさ、ね、まだ戦争に行く前とかさ、あ帰ってきたやつ、その終戦時にこれ全部残ってるのかしらね、まあ、今現存するのってゼロ戦なんか動くやつなんか2機ぐらいしかないでしょ、ないもんね、うん、まあね、はい、こういうねこう寄付活動っていうのね、うん、積極にしてたよう、積極的にされてました。はい、で視覚障害者も戦争時代になると動員、戦争に動員、さっきの寄付の話だからするしない ね、うん、の話ですけども、で防空監視員として動員されたという記録が残っています。まあ、防空監視は敵機の来襲とその機種、うん、数、うん、距離、進路を感知することです、はい、建物の屋上に高さ 2,3 メートルのコンクリートの櫓を建てて24時間監視してました、うんうん、目視で、いやレーダーじゃないの、レーダーができる前こんなんしな、こんなラッパみたいなのがいっぱいこうついでっかいラッパなんていうのか、蓄音機のラッパみたいなのこう3つぐらいどんどんどんってやって、はあ、でそれをこうこういうヘッドホンにつけて、あメガホンで巨大なメガホンを耳につけて、そうそうそう、集音機があって、でそれをつけてでその音でエンジン音で、目視じゃないんだ、そうそう、これは機種は何かとか、こうその音の一番大きくなる方向で方向とか角度が分かるじゃん、はいはいはい、昔ほらだからレコードでよくあの、ね、子供たちにそれを聞かせて、聞かせたんだね、授業でって B29 とかってするやつあるんだよね、そういうための訓練ですよね。朝ドラでやってた、それレーダーできたらね、そんなことしなくてもよいんだけど、うん、まだレーダー開発以前はこういうお仕事があったんですね、うん、そうそうそう、まだ ね目が見えない方はまあね敏感な方も多いんでしょうね、うん、耳が、こういうヤグラもちらほらまだ残ってたり廃墟で残ってたりしますね。そうだから放射砲と大体セットでね、それがあって、それでこう角度とか距離を当てて、うん、で大砲打ち込むんで、うん、そういうまあ施設ってありますね、はい、まあこういうので動員されてたようで、昭和18年、うん、1943年にはですね、全国に先駆けて試験的に石川県七尾で視覚障害者が試験的に動員されました、うんうんうん、軍のどの機関が実施したのか、うんうん、結果どうだったのか、うん、結論はどうなったのかは分かりません、分かんないけどされたみたい。へえ、七尾で。で昭和19年の秋以降は、うん、B29 による空襲が本格化する頃なので、うん、まあ実戦に活用されたことはほとんどなかったと思われます。終わり。うん、あとね、昭和17年の1942年には、うん、石川県警防課、警防課、警察に防御の防、防ですね、ね、防ぐ、うん、はい、石川県警防課は、うん、石川県盲人報告団長が推薦した35人の視覚障害者の中から、
30人を防空監視員として採用してたという記録があります。で、視覚障害者と晴眼者、うん、あの目に障害のない人2人で監視任務に就いたそうです。うん、で、2時間交代で監視塔で監視していたそうです。うん、まあ、各地の視覚障害者から国の役に立ちたいという嘆願があったそうです。うん、で、防空監視は、有用性がないと判断されたため、うん、この石川県警防課でも実践の採用っていうのはなかったそうです、うん、はい、はい、まあ本当にまあでもね視覚障害の人って耳鋭いですけどね、まあ、レーダーがねある程度開発されたら、うん、まあもっと遠い距離でもっと把握できるし、うん、ね、B20 なんかも高い高度でもう何百機って来たらもうそういうレベルじゃないじゃないですか、うん、2、3機が来るとかならそういうね細かい探知っていうのは大事でしょうけど、まあ、第一次世界大戦、そうそうそう、第一次世界大戦の時代ぐらいだったら、ね、低いとこブーンって飛んでくるんであればどこからどの飛行機が何機来たっていうのは大事な情報でしょうけど、ね、まあ、時代にはそぐわなかったんでしょうね、難しいとこですね、うん、まあ、防空監視員としてのって記録もありまして、あとですね、うん、あんまマッサージ真術、うん、ね、まあ、マッサージ系の、うん、技量手として、動員されたっていう記録も残っています。治療科や盲学校の生徒が、うん、陸軍海軍病院に入院している少尉軍人、うん、出征軍人家族、うん、警察官や市電の運転手などに治療奉仕を行ったそうです。なるほど。うん。で、治療家たちは同じ地域に住む治療家の組合や団体で勤務報告、うん、勤労報告隊や治療報告隊を組織して集団で治療奉仕を行ったケースもあるそうです。うん。まあ、得意技術を活かして、そうですね、そういう勤労奉仕働いてる方とかを、うん、まあまあ針や灸で癒したというか、ね、癒してあげたんですね、はい、うん、東京新安歯科、うん、東京のマッサージ系の団体さんは、ウミワシの戦力回復のため、うん、海軍航空本部にマッサージ従軍として志願、うん、120名が軍属となり南方基地に赴いたそうです。へ、これは、ね、実績が認められて技量種、技術に治療の手ですね、技量種の育成は、東京新安歯科から海軍技量種訓練所に移管され、盲学校の生徒も志願していきます。だから自分たちで組織した学校から海軍に組み入れられてた、組み入れてもらえたんですね、そうですね、戦闘要員の一応中に加えてもらえるようになるんですね、うん、だから盲学校を卒業後の進路として、そういう軍に入るっていうのも一つの道になったんだ。そりゃ戦争はダメだけど軍人の扱いだと給料はまあそうね、なかなかいいんじゃないですか、軍属とかになるんでしょうね、うん、そういう意味ではかっこいい就職先、憧れの就職先になってたのかもしれないですね、うん、はい、うん、で実際これで海外に赴いてる記録もありまして、うん、南方のブカ島、ブカ、ラバウル、ラバウル、サイパン、うん、ペリリュー、うん、フィリピンなどを転々としたって人います、うんうん、で最前線での配属の時はマッサージだけでなく医務室や病室で看護の仕事もしたよっていう人が、そういう人がいました、うん、もう一人は航空母艦、うん、随閣、随閣、これは全長258メートル、あ、そうですね、総トン数、重さが、うん、何これ、3万2000トン、3万2000トン、うん、
乗組員が1700名、うん、で飛行機が70機ぐらい積んでた空母に乗船したって人もいました。でこれは実際のそういう例がいやあるわけ。そうですね、一人っていうのはその、うん、実際にそれで帰ってこられた方がいたわけ、ね、はい、はい、で艦内の医務室に待機してて連絡があると搭乗員室に行って、うん、マッサージしてて常に24時間待機してたそうですよ、うん、で1人のマッサージ時間は、10分から20分、うん、で1日平均10人ぐらいのマッサージしてたそうです。へ、うん、これで自分は日本一旦戻ってきて降りて次の人に交代して行ったらやられて随刻はね沈んじゃうっていうような話も残ってましたね、うんうん、これで戦地にも行ってたそうです、うん、でもどうなんだろうね、この目の見えない世界っていうのはなかなか、ね、まあちょっと我々には想像はできないですけど、なんとなくのイメージはできるけど実際のイメージね、現実ってもっと不自由さと、まあ、あるとこもあるから、こんな時にこんなバンバンどんどんねババババババってこうやってるのって、まあ、艦内なんて意外とまあ働きやすいのかもしれないですね、こう決まった経路っていうか、あ、その、ね、まあ狭いしね、いきなり建物ができたり、ね、道変わったりしないから、まあ、もちろんね命の危険とは、でもそれで沈没するときは総員退避ってなるときはね、みんな押しのけて逃げるときにね、こういう人までなかなか助けてもらえないでしょうからね。でもこうやって活いい国捉えると活躍の場っていうのもまあね、やっぱ当時のやっぱりね、男子っていうのはやっぱりある意味それがステータスというかね、うん、やっぱりお国のために役に立てるか立てないかっていうのは一つのね社会的な評価につながりますから、まあ、そういう意味では、まあ、彼らにもいろんな思いがあったんでしょうね、うん、これちょっと視覚障害なんですけども、目の人 、うん、ちなみに、ね、はい、聴覚障害者の場合、耳が聞こえない人、うん、あの戦前はですね、まあ、老亜者ってこう言いますけども、ね、障害者として扱われてなかった、対応されてなかった、普通の耳の聞こえない人なんで、あ、まあまあそうですね、生活にはまあ確かに目が見えれば普通の労働にはつけるわけですよね、うんうん、まあ、ちょっと危険性とか置いといて、うん、なのでまあそれは多少不自由はあってもっていう感じみたいです、うん、でちょっと都市が形成されるとちょっと居場所がなくて物声する人も多かったみたいな感じです農村ならね、要するにまあ一般ね、うん、家族が生活の面倒を見ながら労働力としてはちゃんとね、うん、家族の介助があってできますわね。で、まあ、戦争中はですね、うん、まあ、空襲とかある時は、まあ、やっぱ聴覚障害者の人が集まって勤労奉仕してる工場とかでは寮生活になるので、まああるところでは空襲警報が鳴ると聞こえてる、耳が聞こえてるね、人が太鼓を鳴らす、でその太鼓の振動で警報だ空襲警報だって言って誘導してもらうっていうような対応をしてたっていう記録があるのほか、旗で合図をして、うん、青い旗がたなびくと注意、赤い旗は飛行機が来る爆弾が落ちるっていう風に対応して、赤い旗が出ると近くの神社まで走って避難するっていう対応をしてた工場もあったっていう記録があります。なんでね、視覚障害者のことっていっぱい書いちゃったんだけど、聴覚障害者はあんまりなかった、こういうちょっとね差が出ていますけれどもね、はい、なかなか戦前のね障害者、戦中の障害者さんの様子って聞ける機会が全然ないんで、まあ、そうですね、ようやく最近そういう研究も出始めたって感じですよね。なのでね、ちょっとこれはね、ケリーさん個人的に調べててちょっと面白かったです。実はですね、まだ続編があるんですが、あるんですか、はい、ちょっとこれね続けてやると重くなるので、また気が向いたら、あ、そう、続きを、このシリーズは今回はじゃあ今日今回までで、あ、はい、じゃあ目の見えない方と耳の見えない方で一応、はい、一段落、はい、はい、とさせていただきます。ありがとうございます、はい、ではお便りを紹介してまいりましょう。手紙、はい、
本名みたいなので本名HR さんかな、HY さんかな、 かな、 HY さんですね、はい、ケリーさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。2年くらいは聞いていたのですが、ポッドキャストが新しいチャンネルになって、6月20日の過去放送をアップしていただいたのをきっかけに、1回目から拝聴させていただいております、うん、朝歩いたり車で移動中など時間を見つけては聞いておりますが、まだ166回でなかなか追いつきませんと、これ7月にいただいております、うん、なのでリアルに追いつくのは年末になりそうな気がしますということでね、今12月なんでね、そろそろ追いついてますかね、うん、でも過去の放送を聞いても違和感なく楽しませていただいております。過去の放送に感想を書いても合わないなと思い、お便りを出したくなるのを我慢しております。早く追いつけるように頑張って書きたいと、聞きたいと思いますといただきました。はい、まあ500話以上あるのよ、うちの番組。まあそうですね、うん、500時間とは言わないけど、だいたい40分から50分ぐらいで終わるようにしているので、うそうですね、まあ400時間ぐらいはまあ十分楽しめんじゃないですか、ね、1ヶ月かかりますよ、1ヶ月ね、フルでやればね、ね、あの脳みそ溶けないようにですねあの気をつけてくださいね。逆に僕ら聞けないよね、10年前のだって、あ、10年前の古いやつを、うん、古すぎるのは怖いね、うん、はい、ありがとうございます。またお便り待っております、はい、さて続いてまゆみさんからいただきました。まゆみ、はい、オーシャンゼリゼのまゆみさんですね。はい、配信うまく受信できず、ドジを踏みました。ケリー様、上京の際に浅草でお出迎えできず、残念です。これ7月にいただいたお便りなんですが、今アフリカにおります、うん、配信で急に浅草に行くよと言われ、途方です。本当に残念です。松千山商店様は、うん、三夜堀という吉原への船遊びをつなぐ、隅田川からの支流の入り口にあたり、うん、大棚のご主人たちで繁盛したのだと思います、うん、三夜堀は今は暗渠です、うん、暗渠って何？もう土にあの埋められてと、トンネルに堀がね、水路がもう、うん、あの暗渠にもう土管になっちゃったって、コンクリートの道路の下ですね。浅草浅草寺は浅草田んぼを、浅草の田んぼを歩いて、あるいはそれとほとんど平行の馬道をカゴで行く、うん、吉原への江戸の人々の通り道だったと思います、うん、どちらももちろん近くです、うん、ケリー様が浅草近辺においでだったのにお役に立てず悲しいです。かつ2週にわたり急にオーシャンゼリゼ浅草真由美さんのキーフレーズで目が覚めてびっくりです。海外組の心はいつもお二人と共にあります。これからもよろしくお願い申し上げますといただきました。はい、今アフリカなんだね。今もアフリカなのかな、どうなんでしょうね。ねえ、だってさ、あのさ、今中東も大変じゃないですか。ああ、イスラエルがね、ちょっとえぐいね、あの、うん、もうウクライナも大変だけど、あの中東のあのガザ地区のは、まあ喧嘩吹っかけた方もどうかとも思ったりもするけど、うん、ね、恐ろしいですね、うん、あるとこにもこう国境なく石段とか赤十字とか行ってますからね、ね、本当に勇気ある行動で尊敬いたします、うんうん、またね、本当ね、お話聞かせてもらったんだよね、うん、どうだよね、12月東京にいないのかな、12月じゃない、3月、集会に、ね、東京になるのかな、そうですね、はい、期待しております、はい、はい、続いてサイクルマンさんからいただきました。サイクルメン、おもれきの皆様、いつも楽しく拝聴しております。先日司馬太郎さんが書いた光明月地をうん十年ぶりに再読しました。山内和豊の妻千代が主人公で、夫の転職、
苦悩、出世とそれを支えた千代のお話です、うん、馬ぞろえの馬を買い求めたこと、うん、千代が縫った小袖のこと、関ヶ原の合戦前の手紙などのエピソードは本当のことなのでしょうか、うん、大河ドラマでは千代を仲間由紀恵さんが、山内和豊を、上川隆也さんが演じてましたね、うん、ケリーさん、水月さんは読まれたことはありますかといただきました。はい、光明月次ね、大河は見ましたよ。何年前やろね、うん、うん、だいぶ20年ぐらい前、そうですね、やってきますかね、15年、20年ぐらい前ですけれどね、あのお市の方がね、ほう、第一魔王だったんだよね。あー、そうか、うん、で、はい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 、あの千代が縫ったパッチワークみたいな小袖を、ね、小袖を気に入ってきて、うん、あらあら恐れ多いことでござんすってこう言ってたのが印象に残っておりますが、うん、にしてもね、今年のチャチャはやんちゃね、チャチャ、あの人ね、なんだっけ、北川景子ね、あのお市の方と、お市の見た、あの関ヶ原の合戦の時のお市さん、憎らしい役ですな、ね、毛利輝元ビンタされてたよ、殴ってましたな、うん、あちゃの壺に、ね、おっかねって言ってたからね、うんうん、なかなか、まあ、気性の激しいお茶茶さんで、ね、なかなか、まあ、ドラマとしては面白いですけどね、うん、どう、なんか大河ドラマつながり、今年やった家康さん、まあなんかどっちから吹っ切れた感じはしたけどね、うん、なんかね、あの松潤さん、うん、貫禄が出ないのよね、見た目はなんかジジイメイクに入ってるんだけど、うん、やっぱはこ声がに重みがなくって、うん、そのタヌキな声じゃないのよ。そうやな、うん、まあ、プラスもちょっと脇が若すぎて、もういいな、晩年の本田忠勝じゃねえだろうみたいな、うん、まだ僕よかった、ギリよかったよ、うん、あの、うん、いいなおまさのあのひげ、いいなおまさはちょっとねなんか子供みたいなのね、ちょっとねひょこしてますけど、ちょっと細すぎだよね、なんか武将って感じじゃないよね、ちょっと戦国武将じゃないよねっていう、やっぱちょっとあの世代に晩年させるとちょっと芝居がしんどいなって気がしてきて、あの信長の時代が長すぎよ、まあ、後半の方がストーリーは見やすかった僕的には、だけどその初めはさ、すごい悩んで、で周囲のものが殿って言って、こういろいろ考えて、よしじゃあそれで行こうってやってたのに、あの信長の後って自分で決めるようになってて、まあ そのね経緯がよくね分かんなかった。要するに有村架純が死んじゃった感じ、うん、その辺からだからもう、あ、もうだ、ちょっと心理変化がね、楽しい作品として見ればいいのかなみたいな感じで、うん、あんまり史実ってことはもう考えずに、まあファンタジーですからね、大河ドラマはね、まあ、まあ三河家臣団のホームドラマみたいな感じで、うん、なんだっけ、なんでこんなに川こんなになっちゃったのって、まあ、成長するんだからいいんだけど、なんか変わり方のなんかプロセスがよく分かんなかったし、なんかアチャの扱いなんかもさ、突然湧いてさ、ね、横にいるじゃん、それはいいんだけど、ソニーに至る経緯がナレーションでさらって言うだけで、もったいないよねって、なんかね、偉そうなこと言えるようになってきたもんだね。まあね。言うのはただなんだ。なんかね。まあでも気分はもうね、平安時代ですから。ああ、うん、だいぶなんかね、いろいろキャストなんかも発表されてますね。ねえ、楽しみですね。本当に？ね、でもなんか撮影シーンとか見ると、そんなに化粧濃くないんだね。ああ、うん、まあそうでしょうね。薄メイクで。もっとオカメみたいに真っ白じゃないんだ。そのいろんな役を見てるとやっぱり結構なんかでかい話になりそうですね。なんか本当にその源氏物語のちょこちょこした話なのかなと思ったら、違うんですね。かなりなんか権力闘争の ね世界観のある話で、
期待してますよ、ケミさんは。ああ、そうですか。まあまあ確かにね、はい、未だかつてない古代ですからね。うん、珍しいね、ね、古代ですからね。はい、光明月寺ね、小説私は読んだことないですけど。いや、見ました、読みましたよ。はい、どんな感じ？司馬遼太郎でしょ、うん、もうまあまあ読みやすい話ですけどね。あ、そうなんですね、うんうん、はい、以上です。以上です、はい、いやいや普通に面白いです、ね、はい、ありがとうございます。で、続いてですね、越前の曹操さんからいただきました。越前の曹操、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。おすすめの歴史小説ですが、うん、ケリーさんがまだ手を出していない司馬遼太郎の菜の花の沖です。前回、過去回で大黒屋古太夫の話がありましたが、うん、多少通じるものがあるような気がします、はい、ちなみに宇都宮子も読んでいました。宇都宮子、はい、ジンギスカンの秘密も、記憶に残っている本で、話が出た時は驚きましたということです、うん、菜の花の沖って、うん、竹中直人がドラマでやってたよね。うちあれ見てんのよ、時代劇。どれ？落とせ。落とせ、うん、今 NHK のさ、時代劇さ、日曜の朝にさ、再放送してるんですよ。あ、昔のやつ、うん、で、あの落とせって沢口靖子が、はい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 、あのだいぶ前だよね、20年以上前ですよね、うん、見たかったけど見れなかったんでっていうので、ちょっとちらっとだけ見た記憶しかないんですけど、うん、ジェームス・ミキが書いてんだ、脚本。あ、まあ、うんうん、ね、だから沢口靖子なんだって思って、うん、でももうあの2000年ぐらいのドラマだから、2000年にもいかない、2、30年前だから、うん、でも沢口靖子もだいぶいい大人になってたけど、かわいいね、うん。もう今ね、あの何、検察官じゃないや、なんだっけ、なんだっけ、検視官か、なんか、そうですね、ね、鑑識、鑑識みたいな人ね、そっちのお仕事ばっかで京都府警で、うん、ちょっと町娘とかやらなくなっちゃったからね。時代劇ね、もうちょいちょい出てあるけどね、うん、やっぱね、もう今リッツパーティーもしなくなったしね。リッツもね、ごちゃごちゃしちゃいましたしね、うん。今木村佳乃じゃないの、リッツパーティー。いや、だリッツってなくなったんでしょ、だからナビスコがなんか、うん、だ2つだ、元の会社とナビスコとなんか山崎か、作ってる会社と売ってる会社がなんか、うん、なんか揉めたんですね、うん、なんか似たようなの いろんな会社が出てますけどね、うんうん、リッツパーティー好きですよ、リッツパーティー、はい。さて続いてですね、うん、10キロウォーキングの酒は裏切らないさんからいただきました。酒は裏切らない、はいはい、パーソナリティの皆様、おはにちは、はい、4月に名古屋に行くのをお伝えして報告を怠っておりました、うん、1泊2日で岐阜城、犬山城、名古屋城を回り、味仙と風来坊へ、移動が公共交通機関だったので明治村までは厳しく行けませんでしたが、うん、人生初の現存天守閣、感慨深いものがありました、うん、その後も、7月末から8月にですね、うん、にも名古屋に行きましたが、暑さで観光は断念、うん、名古屋飯を堪能しました、うん、まだまだ熱田神宮も岡崎城も大垣城も見ていないのでまた訪れたいです。寒さを感じる季節となってきました。体調にはお気をつけてお過ごしくださいませと、8月にいただいて、はい、秋に読んでもらうだろうと想定して書いていただきましたが、はい、うん、名古屋飯もね食べていただいたそうで、うん、味仙って行ったことあります？台湾ラーメン元祖の店なのかな、うん、ありますよ。そんなむちゃくちゃ美味しいものではないですね。風来坊は手羽先ですね。手羽ですね、うん、風来坊美味しいね。あ、風来坊ね、なんだっけ、三つ三大なんとかでしょ、なんだっけ、山ちゃんと風来坊と、あの林洋一がやってる、林洋一そうやって急に言われると忘れちゃいますね、うん、なんだっけな、なんかもう一個あるよね、もう一個、うん、手羽先のなんか林洋一がやってる、うん、ね、
フライボー美味しいんだけどね、高いのよ。ちっちゃいよね。ちっちゃい。ペロッ、こんなちょこっとチュルって食べちゃうのに、もう2,000-3,000円ボンって飛んでいくからね。そうですよね。うん、美味しいんだよね。平気で10本食えもんなの。あれ、あの辺の美味しいとこのって揚げて、一、うん、回炙って、で油を落としてるからカリッとするんだよ。あ、うん、そうなの、うん、後でもう一回焼くんだ、うん、軽く炙ってる、うん、タレのね味と塩コショウの ねで、あの胡椒がちょっと効いた感じがね、うん、あれゴミ取りも美味しいけどね。何ゴミ取り、ゴミ取りっていうなんかね、やっぱ名古屋の居酒屋さんも本当昭和風な、あ、そんな店、うん、へえ、あの出てこない林洋一の林洋一ちょっと名古屋の人は分かんの、鳥銀、鳥銀じゃない？三大。わかんない。はい。はい。またね、あの、名古屋飯にあんかけスパゲッティ食べましたかね？あんスパー、うん、そうね。ピオリン食べましたか？ピオリンね。お菓子ね。あと何あんの？名古屋飯って。きしめん？あ、きしめんね。味噌カツ？あ、味噌カツね。うん。うん、まあ、美味しいね。美味しいですけど。うん。きしめん。まあ、きしめんね。名古屋の近くにありますね。うん、まあ、地下街とかね、あの立ち食い、まあ、立ち食いきしめん屋にありますね、うん、住吉だっけ、いいですよね、はい、またね名古屋飯堪能してくださいね、はい、はい、今日はねここまでにしましょうね、うん、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、はい、番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください、はい、メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、うん、X はひらがなでおもれきと検索してください、はい、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら、さようなら。